どうもじです。今日は平日ナイターホームのバンフォーレ甲府戦です。今からバス迎えをします。ちょっと早いですかね、来るの。まあ、待っていきたいと思います。ディフェンダー3番秋田の木戸選手、
ナンバー4番日のごとく立ちはだかれ大人決闘池田シュルト。ディフェンダー33番攻守に寸算青木先行伊予ビルトロミッドフィールダー8番斉藤君作青い稲妻シグカイラミッドフィールダー23番魂揺さぶる青の刀剣稲間シュートミッドフィールダー6番スタジアムを魅了するレジスター若狭裕二ミッドフィールダー14番神様仏様三上様三上洋介フォワード18番愚直なプレーでゴールを狙う吉田伊吹フォワード19番進化する囚人秋田を見直すストライカー竹颯リザーブメンバーの集合ですゴールキーパー21番秀麗無比なる秋田の守護神田中雄大ディフェンダー39番サイドをかけるセクシーのレフティー高瀬優子ミッドフィールダー7番終盤の魔術師深井誠ミッドフィールダー15番激烈一戦江口井上ミッドフィールダー24番青く輝くスピードスターかぐれ大輝フォワード29番グランドを駆け回る平正斉藤啓太フォワード40番躍動するゴールハンター青木翔太そして我らがブラウンに続きだ監督は秋田の熱源隊吉田健やっぱりナイターっていいですよね。特に今日は水曜の平日ナイターなので普通のナイターともまた違いますよね。みんな仕事帰りとか学校帰りで駆けつけてくれてます。まあ、よく話聞くと今日一日休みとか明日も休みとか、まあ、そんな人も結構いますね。まあ、どれだけブラウブリッツ秋田が好きなんだというところですね。いや、この薄暗くなっていく感じが本当いいですね。まだ寒いんですけど天気も持ってくれて、すごく助かります。
ですね、自由な感じで。ワンちゃんをね散歩されてる方も先日からよく見かけて、まあ少しずつ春になってきてるなっていう感じですね。ワンちゃんに警戒されてますね。なんか行くの嫌がってるみたいなんですけど、多分それは正解ですね。おお、来た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 。ワンちゃん可愛いですね。いや、そろそろ2時間なので、まあ、皆さんお待ちかねのラップをやっていきたいと思います。イエーイエーイエー。平日ナイターヴァンフォーレ、山梨甲府からメンソーレ、ブドウに信玄中央道、全身全霊高まる鼓動、気負いは不要やってやろう、ただ期待している頑張ろう、超秋田一体もう最高、イエー。ということでね、今日ももうどこに行っても超秋田一体、もう全員野球でね頑張っていきたいですよね。先日コメントもいただいたんですけど、なんかラップを急いでるとか、ラップ後のということでねっていうのがもう待ちに待ってると、まあそういうコメントもちらほらいただいてるんで、まあできる限りね試合の動画も含めてラップもやっていきたいと思います。じゃあもう少しで試合なので入っていきたいと思います。今シーズンも新型コロナウイルス感染症対策のため声を出して歌うことはできませんが、ブラウニッツ秋田の勝利を願い心の中で歌いましょう。それではお願いします。
次。
このジップロックに入れてくれればいいんで。米はいいだけ。はい。あと家でやるんで。そりゃそうだ。てめえでなんとかしろ。そう、自己責任でやるって言ってるじゃないですか。まずこのワイヤー。ワイヤー後でやる。なんか暇だったんですよ。いやでもあと何個あるとか今何番目とかはあった方が分かりやすいでしょ。分かりやすいけどもいらないっちゃいらないからなくていいっすか。なくていい、なくてもいいな。まあどうせあの形したものに振るだけなんで手間ではないんで。なんだよ決めてるんだよそこ。引き分けて笑ってんじゃねえよ。生ぬるいな。生ぬるい応援してたから引き分けたんだよ。そっち。ああうちの子はすいませんね。あ、自分は一応気をつけてやってたんで。あ、どうもどうもどうも。雨に弱いんでね。雨と衝撃に弱いんで。雨の時ジップロック入れといたらいいんじゃないですか。湿度にも弱いんよ。あ、湿度もめちゃくちゃデリケート。使っちゃダメなんだよ多分ね。本当持ち主にデリケート防水じゃない。そういやこれ全然違うよ今日よ、はい、何にもやってなかったぜ後半。一緒に応援しようねって何にもしなかったんですよ。かったな俺らの弟子じゃなくてと思うね。あれはどこにも所属してないでしょ。あ、そっちの。どうなってんのこれ。これどうなって、これはまずこのワイヤーをほどかないと多分これ永遠に回してるだけになってる。